おはようございます。利休です。ウェルエイジングアワーをスタートしてまいります。中国南京を訪問して、様々な方々と情報交換をして、やっとディスカッションができる状態になって、なんかこう見ている世界だけじゃなくて、話し合うことでまた見えてくる中国の介護事業があるかなというふうに思って、今感じていることを少し整理をしてお伝えしたいというふうに思います。今中国は朝の7時13分日本より1時間遅いので、まあ、中国は7時13分日本は8時13分という時間1時間の時差の中でお送りをしておりますので、まあ今まで聞いていただいている人から見るとちょっと遅い時間の、ライブというふうになります。皆さんお変わりございませんか。今日、昨日は雨だったんですが、今日は、曇り空。天気予報を見ると雨のようですが、雨が結構多いということですね。ですね。あ、田村さんおはようございます。データ上限が気になってしまいまし、気になってました。おはようございます。これはあの、SIM の話ですかね。ですね。SIM は、90日間で6ギガ、2980円というチョコ SIM を利用していますが、さっき見たんですが、2ギガくらいですね。あまり使ってないです。ずっと移動したりしているので、自らこういうポジティブにデータを使うことはないし、あまり YouTube を見たりすることもないですね。ですから WeChat を確認するとか、そこにアップするとか返信をするとか、そういうところが中心の、SIM 利用ということですが、まあ、非常にeSIM を使っていますが非常に便利です。実は SIM を選ぶときに使い放題っていう別な会社の SIM と今回選んだチョコ SIM っていうものをちょっと迷ったんですが、このチョコ SIM っていうのは中国の電話番号が取得できるということと、後発のサービスなので、まあ、キャンペーンをしていて90日間というのがどういうメリットがあるか別にして、また中国に来た時にこれ使えるかなと思って、電話番号が取得できる新しい SIM を選びましたということですね。ただ、期間が限定していて、その期間限定で、例えば5日間使い放題で2300円くらいの、SIM もあったんですが、そちらは電話番号が取得できないけど、期間の中で容量を気にせずに使えるというものもありました。まあ、実際電話番号が必要かどうかっていうのは、まあ、ほぼ必要がないですよね。ただたまに、入国審査だとか、まあその時も日本の電話番号でいいんですけど、たまに中国の電話番号を聞かれることがあるので、中国の電話番号を持ってた方が様々なサービスを利用する時にはいいですよという、まあそういうこともあったので、まあ、電話番号付き、それから通話が30分ついているものを選びました。まあ皆さんが中国に来る機会があれば、まあそういったものを参考にしていただければというふうに思います。ですから今、中国にいて、この eSIM を使って日本と同じような媒体が使えています。逆にホテルの Wi-Fi があるんですね。で、ホテルの Wi-Fi は中国の情報制限がかかっているという Wi-Fi なので、逆に言えば日本人の私にとってはホテルの Wi-Fi はほとんど使わないですよね。もし使えてアクセスができたところも中国語の情報が多いので、あまり私にはメリットがない、まあ、強いて言えばですね、中国のホテルの Wi-Fi で、WeChat を見るということはできる、思想してますけど、まあ、WeChat で使う、容量というのはたかが知れている。まあ、WeChat で動画を流したり、まあ、そういうことをすれば別でしょうけど、まあ、そこまで今余裕がないし、そこまで情報がないということですね。はい、ということで、
今日はですね、あ、そうそう、で、今、こっちに来て初めて、知らせてもらった日程もあってですね、かなりの部分、受け身で行動してる、大きなスケジュールはいただいたんですが、今日どこに行きますかっていうと、ペーパーでいただいて、こういうところに行って、こういう人がいますって言ってみると、若干雰囲気が違ったりするということですね。老人ホームの視察ということで言われて行ってみたら、看護の専門学校だったということ。あ、そうなんだっていうことですよね。そして、老人ホーム経営者の方々と、まあ、ミーティングって言いますか、セミナーがありました。で、そこはかなりね、重々しい、雰囲気で始まったんですけど、ディスカッションしてみると、今日のこのテーマであるエイジングする中国田んぼ、ディスカッションが始まるとですね、やっとこの本質って言いますか、見えてくるということがあって、話が一歩深まったかなというふうに思うわけですね。ただ残念ながら中国語が理解できないので、まあ、通訳を介して入ってくる、私のこの脳が理解できるのは通訳を介してなので、私の情報も通訳を通して入っていく。もちろんパワーポイントにたくさんの動画、それから写真、その言葉じゃなくて感情で訴えるようなデータを意識的に多く入れました。ただし、言葉で補充しないとどういうふうに伝わるかっていうものもわからないということで言えば、言語のコミュニケーションというのは重要かなというふうに思うわけですね。ですからもう一度改めて、この中国語を勉強したいな、挨拶くらいはしたいなというふうに思っているところです。ただずっと中国の方々と一緒にいるとですね、意味はもちろんわからないんですけど、中国語が耳に馴染んでくる感覚ってあるんですね。なんかその中国語に耳を傾けている自分がいる。ただし意味は全くわからない。で、表情を読んでいるというような、まあ、そんなやりとりは非言語コミュニケーションが、コミュニケーションの中で見えてきて、中国語を聞くけど意味がわからずに、表情だとか手振り身振りでなんとなくコミュニケーションを取っているような気になるということですね。昨日もセミナーが終わってから主催者の主要メンバーと円卓を囲んで、夕食会をしました。ですね、中国語がわからない、10人くらいいたんですが、中国語がわからないのは私一人なんですね。で、ほとんどの会話が、90% 以上の会話が中国語でなされています。で、日本語ができる方が、もちろん通訳をしてくれたりするんですけど、やはり食事の会でずっと私のために日本語が通訳が始まるというようなことじゃなくて、盛り上がってくると、取り残されてしまう、言語的にですね、そういう状態が続くんですが、隣の方と WeChat の翻訳機能を使ってずっと無言でやり取りをしていました。隣の席の人とお互いにスマホを見ながら、スマホの中でディスカッションしているという、あ、そんな時代だなって、この WeChat ってすごいなということですよね。翻訳ソフトっていう専門のソフトももちろんあります。音声で入れる。ただね、少し間違いがあったりめんどくさいんですけど、WeChat はそういう意味でも短文で会話をしていく分には、なんとなく意図がわかる。で、隣に人がいるので、これも表情を見たり、うなずいたりすることで、なんか会話が成立している感じだったということですね。さて、まあそんな形で、私なりに工夫をしながら、まあ、その場で考えながら、あるいは中国の方々にこの WeChat の使い方を教えてもらいながら、この言語だけじゃなく、言語と言いますかね、そのお話しするだけじゃなくて、そういうものも使ってコミュニケーションができるということが分かったので、少し安心をしたというところですね。ただ WeChat を使うということは、その方と WeChat 上で友達になっているということが条件なので、友達になって確認をしてからメッセージのやり取りを繰り返す、まあ、日本でいうと LINE のようなものかもしれません。で、例えばお店で会話するときはやっぱり翻訳ソフトみたいなものを少し使いこなした方がいいのかもしれません。
実際空港で初めて会う人に、すいません、この受付ってどこでしょうかとかですね、この列に並んでればこの飛行機に乗れますかっていう話はですね、全く知らない人に質問するので、で言葉が通じないって分かった瞬間に、やっぱり翻訳ソフトを向こうってますが、聞いてくれる人が翻訳ソフトで、こういう質問ですか、どの飛行機ですかとかいうふうに中国の方が返してくれたので、それに対して答えていくということができたということですね。まあそれなりに必死になれば、なんとなく人間同士コミュニケーションを取れるし、そういう AI も AI とかソフトがあるな、アプリがあるなということです。これもやってみないと分かんないですよね。ただ私は今回自分でスケジュールをコントロールできる立場じゃないので、行ってみて何時に出発ですとか、行ってみて、あ、初めて、あ、こういうことだったのかということの繰り返しが続いているということになります。まあ、ということで、ですね、中国の方が設定してくれた講演は、終わりました。で、実は今日は中国のおむつメーカーの方と個人的にお会いをするというのを、日本のおむつメーカーの方からセットしていただいて、これは私の希望なんですね。中国の老人ホームのこの排泄介護の事情を知りたいということをお願いして、実は本日施設に訪問する予定だったんですが、スケジュールが合わないということで、今日はおむつメーカーの担当者の方が上海から南京まで来ていただいて、今日の午前中ミーティングをします。これはなぜおむつかっていうと、特におむつだけじゃないんですけど、なかなか見えないもの、昨日も老人ホームを見学をしながら、なんていうんですかね、ストックヤードに行って、おむつがたくさん置いてあったので見て、どこのメーカーだろうとか言っても、やっぱり日本製、日本にはない中国製のメーカーだったんですけど、わからないですよね。で、そういったことを質問、他の人もたくさんいらっしゃるので、そういう細かい質問に答えられる人が話してくれているかどうかもわからないということで、どうしてもこの環境ですね、ここは何部屋ですとか、ここで何をしてるとか、ここは食堂ですとかいう説明が中心で、その先にあるオペレーションとか職員の労働だとか、入居者の方の生活状況までやり取りで生活、情報を求めることがなかなか難しい、それこそ言葉の壁があったということですね。はい。そしてたまたまなんでしょうね、この主催者の方々の目的とか意図が十分働いていると思いますが、私が今回訪問した先で出会った人たちのやり取りが意外だったのが、中国の看護師の方々の教育と役割っていうところのテーマがあちこちで出てくるということです。介護職の教育って話はもちろんあるんですが、訪問させていただいたのも看護の専門学校でした。で、私はもちろんそこは専門領域じゃないけど、何が必要で私はそこに呼ばれたんだろうというふうに考えてみるとですね、やっぱりこの介護の世界に看護が必要という議論じゃなくて、中国では看護師の数が充足している、で看護の学校で看護師を介護士として日本に送り込みたいという話が多いですよね。それは今回視察をしているこの南京以外にも、実はそういう相談を、同じような相談を2箇所から受けています。中国の看護師さんを日本の介護士として送り込むことができるでしょうか。もちろんできるんですね。そしてそういうことの仕組みを作ることができるか、協力はしていただけるかっていうところがやっぱり複数出てきているというのが、まあ、今回私が気がついた課題って言いますか、テーマの一つでした。もう一つが、老人ホームに訪問させていただいているんですけど、あちこちからですね、
在宅ケアサービスの話が出てくるんですね。集まっている人たちは老人ホームの施設の方というふうに聞いていましたが、その中にですね、在宅サービスの人が結構いらっしゃったということに気がついているんですね。で、よくよくこの、テーブル、机の前に置いてある肩書きを見ると、あ、そうだ、デイサービスって言いますか、在宅サービスのような感じです。そして、家政婦紹介所という話がたくさん出てくるんですね。ですから、日本でいう訪問介護事業ではなくて、日本も昔介護保険が始まる前がそうであったように、家政婦紹介所を営んでいる例えば人材派遣業の方々がそろそろ訪問介護に大きく舵を取り直したいというふうに思ってるんですね。この社会状況を見ながら、そういう人たちが複数名いらっしゃって、実際今訪問介護じゃなくて家政婦なんですが、訪問介護というものをこれから目指す、で日本はどうなってるんでしょうかということ、そうなってくると施設に行ってもそういう話が多く耳にされるということになるわけですね。でお話を聞いて質問を返していくと、在宅サービスが中国では伸びない理由がたくさん聞かれます。お家の中に人を入れられないとか、だから貧しい人にはそのお金がないとか、そのお金は誰が負担するんですかというような話が出てきます。そして決まったように裕福層が対象であるという話も出てくるんですね。それはそうですよね。どんな仕組みがあるのかまだ全く分かっていませんけど、ただ老人ホーム、この施設介護サービスからこの大きな国を支えるためにはたくさんの施設を作ることだけでうまくいくわけがない。そしてさまざまな人が地域に住んでいる。なので在宅ケアサービスで、在宅ケアサービスっていうと日本は一番先に来るのはデイサービスですが、デイサービスも昨日実は一つ見学をしました。ただそこに集まっている人たちは家政婦紹介所プラスアルファの人たちだったということですね。これが7年前に出会った人たち、あるいは会話がそちらに引っ張られるという意味では、新しいこのシルバー経済の新しいトレンドなんじゃないかなというふうに思っているわけですね。私が意図したわけではありません。私がそこに行って講演をする、日本から介護の専門家が来て中国のシルバー経済と日本の比較というテーマを、情報を公開した時に集まった人たちの中に家政婦紹介所、日本でいう訪問介護を目指す人たちが複数混じっているということですよね。で、その人たちが老人ホームの経営の一つのメニューの中で訪問介護をやってるというよりも、この家政婦紹介所から訪問介護にシフトしたいという人たちが多いということですよね。これも前回と違うなというふうに思ったところです。で、その中で例えばじゃあデイサービスはどうですかとか、いろいろやり取りをしていくと、なかなかね、複合的に考えられる人が非常に少ないような気がしました。私はこれというね、絞り込んでる人。ただ昨日隣に座った経営者の方、この方は実を言うと7月先月に日本に視察に来た時のメンバーの一人だったんですね。超驚きですよね。あの時にほとんど会話を言葉の壁があったので、ほとんど直接会話をしていない参加者の一人が、昨日主催者側の一人だったっていうところに実は驚いたわけですよね。で、その人が隣にいてウィチャットでやり取りをしたっていうのはそういうことなんですが、その人はもう、施設をたくさん持っている、経営者の方で、
絞り込むか、それとも広げるか悩んでいるという質問をいただきました。経営者なのでちょっと他の方と視点が違うんですけど、おそらく絞り込んだ方がいいんですけど、統合的に社会を見ていく人も必要なので、絞り込みつつも社会のニーズを見て必要なものを施設から広めていくという方法の方が私は興味があるという話もしましたが、さてどうなるでしょうか。そんな出会いをディスカッションを深めながら、中国の高齢社会の事情、あるいはシルバー経済の行方みたいなものを私なりに予測をして、日本と比較をして、提供できる情報は、日本はこういう考え方です、日本はこうしてきましたよ、あなたたちはいかがでしょうかっていうことのやり取りしかできないので、その中で意見を求められれば、私はこれが重要だと思いますというのを答える。その中に向こうが初めて気がついたり、私が初めて気がついたりすることがたくさん含まれていますというような意味で、今日のこのエイジングする中国担保ディスカッションから見えることというお話でした。はい、今日はまた新たな出会いを求めて少し今日も観光しようと思うんですが、さあどこをご案内していただけるか、どこに行きたいかっていうのはほとんどないです。はい、またレポートしますね。はい、田村さんも聞いていただいてありがとうございました。